話なんですけど、はい、コースも体験できるみたいなことなんですか？できます。練習モードと、なんだっけ、ラウンドモードだっけ、はい、があると。はい、じゃあまずはそのコースに出たいななんて思った時に、ちょっと不安だななんて言ったら、これでやることもできる。そうなんです。めっちゃいいですね。ちょっとコース出てみようか。ちょっとこの機会をさ、ちょっと満喫しようよ。わー、すごいすごいすごい本当に行ったみたいになってる。ここに入れるのですよ。1番プレイヤーにしてください。行くんだ。どこに飛んでるかは知りません。ラフ。オッケー。これナイスショット。ナイスショットなの？うん、あ、もうちょいだ、もうちょいだ。でもなんかまともなところに落ちてるよ。あと181ヤードです。注目ポイントです。これ傾斜がついてるんですね。傾斜を体感しながらコースに出ています。ここは室内ですけど、ゴルフを楽しんでおります。おお、ちょっと右だけどバンカー行ったかな。バンカー。あ、バンカー。初のバンカーショットかっこいい。一番プレイヤーループしてください。あ、なんかだいぶ下がりましたね。なんか残りって130。残りが130。はい、まあ、102ですけど、まあ、130ぐらい打ってくださいってことです。OK、はい、OK。 もういいんじゃないですか。あ、いいじゃないですか。あとね、残りが40ヤード。ピンの残りの距離は40ヤードです。ウェッジとかの方がいいかもしれません。これでまた、あ、そこで、あ、変えました、うん、そりゃそうだよね。ちょっと近くなってきたので、あの角度もついてるくらい。肩見えてるか。はい、肩見えてるから頑張って。40ヤード、だいたい45メートルぐらいです。こちら違った。でもちょうどいい。あ、はい、近づいてきた。そう、だんだん近づいてきた。OK。 頑張って。一番プレイヤー、スイングしてください。賞金を取って。残りの距離は終了になる。レディになったら、今度はさっきやった手を全然動かさないで、体だけでこんな感じで動かす。あ、そうです、それだけでいいです。もう一回やってみてください。そうです、そうです、そんな感じです。はい、オッケーです、オッケーです。うん、そう、このね、ゴルフでやっぱり一番難しいのは、こう小さくなって、距離が短くなってきて、コントロールしなきゃいけないショットがだんだん難しくなるんですよ。そうです。あ、もう終了なの。もうやってての経験しかないんですね。そうです、そうです。それはだんだん分かってくると思うので、はい、さっき、ね、教えたこの動きの中に全てが入ってるから、それを一個一個やっていくと。一番プレイヤーにスイングしてください。これ多分ちょっと池があるんで、超えないと思う。左行ったら。まだそれでしっかり打って大丈夫です。
オーケー、もうこれフェアウェイとか、うん、フェアウェイです。うん、あ、なんか元のゴルフされるじゃないですか。ピンまでの残りの距離は118ヤードです。これ18ヤード、はい、レディー。おお、フェアウェイ、上のフェアウェイ、あと60ぐらい。1番プレイヤー、スイングしてください。ピンまでの残りの距離は60ヤード。謎の女の人が、ね、俺左のお姉さん気になってしょうがない。そう、気になってしょうがないですね。オッケー、ナイスオン。あ、バンカー入ってるよ。あ、バンカー入ったけど。これで今度はウェッジで。さっきやった何も手を何もしない体だけを動かすみたいな感じで15ヤード。でもナイスオン、ナイスオン。1番プレイヤー、パットしてください。パットパット、これミンゴルです。ミンゴルのイメージで、ミンゴルのイメージで、これは、ね、この上で、はい、この上で、ミンゴルのイメージ。ちょっとカッカン、コロンってして、コロンって、ちょっとスライス、左から右に曲がりそうですね。カップ2個左で、カップ2個左で、ここやってもらったらダメだ、ずるいよね。あ、なんかやってる、なんかやってる。あ、これでいいみたいです。ん？今、左に狙いを変えたので、はいはい、このまままっすぐ打ってもらって、14メートルを合わせてもらえる。あー、まっすぐ。はい。ちょっと強く。はい。ラフ。1番プレイヤー、スイングしてください。うわ、難しいよね。そう、これでまた上に力になる。力加減はさ、だって分かんないよね。レディー、こんなもん。1番プレイヤー、スションって感じですね。ションって感じで、ションって感じです。イメージだ。お、うまいな。あ、ちょっとミスだけど、1番プレイヤー、スイングしてください。ピンまでの残りの距離は12ヤードです。あ、うまい、これはうまい。おー、うまい、ナイス。やばい、これうまいじゃん。うわー、これ入れたくなるね。というわけで、ラウンドこんな感じです。楽しいかもしんないね。これはなんか、これもスコア関係なくコース出たくなりますね。出ようかね、一回。1番プレイヤー、スイングしてください。ハッホー、アゲンストです。4回で回るとまあパーですよって。最初は無理じゃない？はい、最初は無理。1回回るよ。そうそうそう、全然思いっきりなんですね。はい、思いっきり。オッケー、めっちゃいいじゃん。めっちゃいい、うん、おー、めっちゃ取ったすごい、嬉しい。次、答え、答え、あ、これもう俺こうやって交互にやるの。交互共同作業ですよ。共同作業。レディー、そう、それでリースですね。あ、それでいいです、大丈夫です。本番でこれはなしだよ。準備もしてない。レディー、おー、ナイスショー。これ次どうしたらいいか分かんないな。1番プレイヤー、スイングしてください。ピンまでの残りの距離は207ヤードです。もうとにかく思いっきりだ、そうです、私の場合は、うん、まっすぐ思いっきり。そう、
1回振るっていうことです。はい。久しぶりに真剣になっております。OK。ちょっと転がったぐらいですね。うん。1番プレイヤー、スイングしてください。頭を注意して。180はさすがにちょっと届かない。パワー4って言われたけどね。これで入れないとダメなの。なんかもう、全然違うもんね。バンカー。あ、バンカー。28やん。あ、でも旗が近くなってきた。マイナス 40% だから、ミンゴルと一緒なんで。大体50ヤードぐらいとか、50ヤードぐらい。私やるよ。これ入ったらどうしてくれる？パターパター。あ、はい。あ、はい。すごい、みんなの力で。チョイスや。え、これどういうことだ？これは、打つ面が。あ、こうか。そうそう。ここ。え？ 2 メートルだから、ここら辺に穴があるんですよ。はい。ここに止まるように。イメージしてください。イメージです。そうそう。でもね、あのミュージシャンだから感覚あると思って大丈夫です。いや、ないっすよ。2メートルのところに2メートルをボールが転がって止まるっていうイメージをしてもらえる。あ、まあできました。はい、すみません。うまい。あ、ダメだよ。あ、惜しい。いっちゃう。ちょっと強かった。今ちょっと強かった。もう一回。もう一回チャンス来る。もう一回チャンス。チャンス。さっきよりちょっと長い。さっきよりちょっと長い。ちょっと長いか。気持ちですよ。でも同じ感じ。同じ感じよりさっきよりちょっと弱いぐらいで大丈夫です。ああ、惜しい。楽しい。面白いこれはね。でしかもだって自然とこでやったら、外でやったら風とかも来上がるわけでしょ、うん、風だったりさ、なんか暑いとかさ、これでみんなハマっていくんですね。そういやー、ちょっと新鮮になりましたよ。また1点。ほら、ちょうど1点。1点3秒目。すごいやー。いやー、くそー。入れるよ、私でもこれ。3度目の正直って言葉知ってます？この時のために生まれたんですよ、その言葉は。嘘って書かれてる。いや、すごい嬉しい。ありがとうございます。いいじゃないですか。楽しいですね。なんかもっとお祝いしてほしいよ。分かんないからさ。本当に楽しいです。とりあえず、はい、これをちゃんとできるようには、やっぱりあのここだけじゃなくて、素振りから、そうですね、体というかもうあれね、ゴルフクラブの使い方、うん、それを大事に。そう、あのほら、みんなのゴルフさ、ゲームではやったことあったんだけど、あれってもうボタン操作じゃない。そうだよね。それが実際の体になったわけで、実際の力の入れ加減とか、
そこら辺もね、あの数こなして体感しないと、うん、そうだね、だからこれハマりそうな気がするこれね。これでもさ、本当あのほら会社で行くとかさ、うんうんうん、分かるよね、これなんか仲良くなる。あ、そうね、多分なんか初めて会った人とかでもラウンド中になんかいろいろ話ができたりとかってみんな言うから、うんうんうん、やっぱりそういうことも踏まえてさ、うん、なんか楽しいかもしれない。改めてゴルフ注目かもしれません、はい、皆さん、うんね、あの大人になってから楽しめるスポーツだしね。あ、そうだね、はい、で今からだってさ難しいスポーツもあるでしょ。でも それが何とは言っちゃいけないけど、はいはいはい、そうだね、ゴルフだったんです、うん、体力的に息が切れるようなスポーツではないし、ないし、ペースを守って楽しくできるんじゃないかなと思いますよ。はい、こんな感じでタンクコップがゴルフに挑戦してみました。どうもありがとうございました。え、ちなみにゴルフってさって出たくなった時に一番もう貧乏旅行みたいな旅行じゃないか、例えばですけど、うん、あのコースの中で、まあ、大体18ホールっていうのがセットになってるのがほとんどそういうゴルフ場なんですよ、うん、18回はやんなさいよって。そう、やんなさい。ただ、うん、あのゴルフ場によっては1ホールだけ貸し切ってやってくれるとか、だから1ホールだけ時間で借りて、ね、うんうん、そこで好きなだけ打つとか、そういうとこもたまにある。そう、へー、本当はあの最初コースになれるんだったら、はい、最初の一ホール目だけ、うん、例えばそこで借りて2時間ぐらい、うん、ちょっと球を打つ感覚を養うとか、うんうん、そういうのをやるのがやっぱり一番いいのかなと思いますけど、ね、あ、でもみんな下手くそだからさ、打ったとこまでさ行かなきゃいけないと思ってそれでもヘトヘトになるよね、多分最初はね。練習必要かもしれない確かに、まあ、ここで練習してある程度当て感っていうのを掴んで、うんうん、確かに確かに、そういうちょっと貸してくれるようなコースを行って、うん、借りてコースの中で打って、うん、でだんだん慣れてきたらショートコース行って、うんうん、で今度ショートコース慣れたら本番行くみたいな形の流れが一番まあスムースかなと思います。なるほど、最初は一番多分大変だと思うの場合は。そっかそっか、いろいろやらなきゃいけないことがあるから。ちなみになんですけど、あのプロがゴルフされるきっかけってやっぱご家庭からですか？僕はもう完全父親です。あ、やっぱりそうなんだ、はい、父がゴルフやりたくて、で、うん、やりたかったから僕にやらせたみたいな感じです。そっか、それでもう、うん、挫折もなく。いや、挫折しかないですみんなそうじゃないですか、みんなゴルフだけじゃないですよあらゆるこう、はい、ね、人たちがみんな挫折の人生なんで、はい、挫折してるからいいこといっぱいあるわけじゃないですか。ですよね。いや、その部分もね、多分ほらゴルフやってる方も、うん、もう一回もう嫌になっちゃってやめるとか挫折して遠のいてる方もいると思うんですよ、うん、だけどちょっとこういうところになんか一回戻ってきて思い出して、うん、あ、ちょっとゴルフって楽しかったかもとかっていう、僕がやっぱ一番自分でも大事にしてるのは、うん、はい、ボールが当たった時のやっぱ気持ちよさっていうのをすごく大事にしてるんですよね、うん、だから例えばスコアを良くしようとか、うん、まあ、そういうのはもちろんあるんだけど、うん、ボールを打った時にやっぱ気持ちいいっていうのを、うんうんうん、あとあんだけこう広いこういう広い空間にいて、うんうんうん、空気が気持ちいいとか、うんうんうん、ね、食事が美味しいとか、うん、まあ、些細なところにやっぱり幸せを感じると、うん、ゴルフもっと上手くなるんじゃないかなっていつも思ってますよ。わかりました。これだからかっくんさ、はい、ショート動画とか、うんうんうん、インスタグラムで、うん、どこを切り取ってどう表現できるかわからないけど、うん、はい、これもしこの動画を YouTube で今ご覧になってる方がいるとしたら、うん、はい、相当素敵な方にタンクポップは、うん、最初教えていただいたなっていうのは伝えたいよね、はい、そうですね、本当に良かったです、はい、ありがとうございます。はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。楽しかった、本当に、はい、こんなタンクポップに一言じゃあなんかいただければあの実は僕もね、音楽
やってる家系だったんで、うん、そう弟プロのミュージシャンですし、そうだな、はい、そうなんです。でも、まあ、職人っていう意味ではやっぱ音楽もゴルフも変わりなくて、でもやっぱベースにあるのは基本の練習すごく大事なんですよ、うんうん、基本そうで、一番教えさせていただいたあの練習が本当に基本の練習なので、僕でも今でもやる、今でもやる、うん、やる、あ、それ名言か、そう、それがやっぱり やれるかやれないかが上達するかしないかだと思うので、うん、自分の感覚をしっかりと身につけるっていうのが上達の秘訣かなって思いますんで、頑張りましょう。そうか、その訓練をするにあたって、うん、楽しく快適な空間ということで、ドアトゥーゴルフ、トネリテンさん、はい、すごくいいところを見つけました。はい、そうですね。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。私の小さな胸破裂しちゃう。